腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは関東の戦い、選択君主は馬頭。第11回を始めさせていただきます。前回は牧羊を袁紹に譲ったものの、勝敗を陥落させて曹操を滅亡させたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。はい、それではですね、外交降伏勧告で長老さん、降伏勧告させようと何回かしてたんですが、まあ降伏させるのは困難でしょうというコメントしか出てこないので、ではもうね、出撃しちゃいます。馬長鳳太劉備、陣形を使える方々を長蛇の山勝ちな漢中を進めるように、長蛇の扱える方を揃えたので、もうこちらで進めちゃいます。で、ちゃんと歩を取っていかなきゃいけないので、この安陽とこちらの聖子を押さえて、軍楽隊はまだ作れないのか。そしたら、とりあえず建設はしないでここまで進軍ですね。腕が鳴る。はい。で、あとは、長安からも出撃で、花公園、総称、都州。こちらも、いずれも、いや、ちょっと待って、失敗した。もう毎回この失敗だな。馬長鳳徳劉備はいいんですが、長蛇もいいんだけど、そう、馬長は、正社を覚え、あ、でも正社になってるから大丈夫だな。よし、大丈夫。よかった。はい、ではこちらを押さえて、こちら聖子まで進軍いたしましょう。出陣だ。はい。で、あとは長安ですね。こちらから出撃で、花公園と長蛇使えるお三方。官職もつけてるので、行ってもらいましょう。で、こちらも正社になってる都州は、まあ、都州は別にいいか。治療とかやってもらえばいいですね。では、こちら、正社マックスで、同様にこの符を押さえて、進軍してもらいましょう。はい。では、全員でこちらを押さえ、こちらに建設、軍楽隊、作ってもらいましょう。お、下記から、北海に向けて軍を進発してますね。これは袁紹も黙ってはいないでしょう。袁紹も、あ、長領たちを従えて上兵に攻め込んでますね。まあ、これはこれで素晴らしいな。はい。はい、それではこちら、漢中周り見ていきましょう。まずは軍楽隊だけ作っちゃいます。使者が到着しました。はい、長領からの使者ですね。受け取るだけ受け取っておきましょう。軍楽隊ここでもよかったな。まあ輸送路としてはね、やっぱり傭兵艦周りだと思うので、まあどうでもいいっちゃどうでもいいけど。はい、そうしましたら曹操と孫権との、うわすごいな、10万もいる、6個。ただ孫権との同盟が切れたので進軍を開始いたします、曹操さん。で、あと曹操と連携の取れる方々を出していきましょう。とりあえずちょっと順位区はやっぱりいいか。まず花公屯、総高、巨長、総人、曹操、この野戦を行えるメンバーでマックス出していきましょう。で、ルートとしてはまずこの陣を攻撃しましょう。この曹操の命に従え。はい、それではまずこちら漢中に対して攻撃を仕掛けていきましょう。任せてくれ。こちらで花公園も、こちらで都州さんがこのように攻撃で、馬長はこのままストレートに入ってもらう。で、宗匠さんも来たから、で、劉壁さんも来たから、一気に攻撃をしてもらいましょう。では先鋒入れるタイミングもあるので、こちらの方進めていきましょう。はい、漢中から出てこないですね。まあ、出てくるとは思わなかったですけどね。いいですね。ほんと長安いいよな。正社の書をね、ちゃんと入れられますからね。では、発見できますからね。では、漢中に対して正社入れていきましょう。はい、2300、素晴らしい。白馬騎銃入れてきましょう。白馬鉄器入れていきましょう。はい、宝徳さん、5000、素晴らしい。いやー、すごいな。フルゲージとはいえ。
これは簡単に落ちるんじゃないか。あとまた正射とかガシガシやっていきたいですね。これを。はい。はい、それではこちらですね、艦長の艦中の争いを見ていきましょう。ちょっとまたね、立体的な図で見ていこうかな。はい、ではこちら進めていきます。あ、この方がいいかな、斜めの。はい、長路からの使者ですね。はい、受け取るだけ受け取っておきましょう。はい、すぐ敵視になりますけどね。はい、決めてやる。お、正射入った。火口炎から逃げられると思うな。いいですね。はい、はい、第一段階ですね。これは耐久値で落ちるかな。はい、では戦車入れておきましょう。1100。あー、素晴らしい。もうみんな戦車持たせてるんですよね。はい、あー、もうガシガシ落ちてきますね。あと白馬鉄器が入ればもう確実に落ちますね。次のターンには艦中も陥落ですね。はい、それでは進めていきましょう。いやー、耐久値が落ちるのが先か。お喜びください。まあ白馬デッキ入れる必要もないでしょ。もうこれで陥落ですね。はい、これでそれでは艦中が撃破です。長路の滅亡ですね。では全員投与していきましょう。くれぐれも頼んだぞ。では全員捕虜になってもらいましょう。はい、お、すごい、出てきた出てきた。これは加工トン隊ってことは艦水ちょっと一回引かせた方がいいですね。よし、宗神は入った。ギブの鏡とりあえず入れとくか。早々の戦というものを見せてやる。はい、これで味方は怪力。よし、味方はよしよしよし、いい感じで入ってきたぞ。いいですね。こちらに。はい、これ真ん中に入ってきてるので帝王さんも多分簡単に陥落しますね。はい、で張飛たちも後ろから続いていると。でこちら6万あるのでまた兵は出てくると思うんだけどな。ちょっと様子見ながらじゃないとここは進めないですね、関水さんは。そしたら一度戻るか、関水。いや、どうした。そしたら合肥まで行ってここに建設お得意の弓矢倉建てちゃいましょう。多分岩工人はこのまま北に行くはずですからね。そうしましたらこちらですね、樹春付近の戦いをちょっと見ていきましょう。はい、お喜びください。吉報をお持ちしました。吉報だ。吉報をお持ちし、吉報をお持ちしました。あとは巨長がどれぐらいの、結構時間かかるな。よしよし、素晴らしい。はい、あー、もうこれ簡単に落ちますね。はい、帝宝さんは確保しました。これを。はい、かかりなさい。どうした。ではちょっと一度こちら北に引きましょうか。うまくここに引き入れた方がいいですね。それでは樹春の争い見ていきましょう。はい、増差もありませんな。成功だ、任務は成功だ。はい、また正射無償、いいですね。では怪力無比入れていきましょう。まあ使うまでもないと思いますけどね。まとめてひねり潰してやるぞ。はい、うわー、すごい強いな。武力依存だからな。はい、宗神が吉報をお持ちしました。お、宗神が引いてくれないとちょっと引き入れら、あの、はい、これはこのまま樹春攻め込んじゃっていいな、十分だな。で、六甲から兵は6万いるのに出てこないですね。そしたらこの部隊でこのまま攻め込んじゃいましょう。それでは樹春に向けての進軍を開始いたしましょう。では行きます。いいだろう。では進めましょう。多分出てこないでしょうからね、もう。
はい、課金も捕らえました。で、あと眼光の方も撃破ですね。はい、このままあとは勝敗に進んでいきましょう。はい、ロコからは出てこない。なぜ出てこないんだ。このまんま認めるつもりか、負けを。はい、そうしましたらですね、冠中から指導、この10万。通常であれば席をね、落とすのがちょっとね、まあ、かなり、しかもここ弓矢倉とかとんでもない勢いで建てられてるので、まあ、冠中南のこちらの細い路地を通って指導の方に攻め込むところなんですが、まあ、10万。ちょっとね、もう数が多すぎるので、もうここは、もう不本意ではありますが、白水館と剣閣。こちらの方を一つずつ落としていきたいと思います。で、そうだ。白水館が接敵できるのが一マスだけなんですよね、これは。なので、こちら接敵できるのが一マスだけなので、もう厳選したメンバーでいかないといけないですね。馬長、加工園、加工園頑固使えるな、加工園、宝徳、この3人でいこうと思います。なので、ちょっと感触で馬長、加工園、主幹さんの位置に宝徳さんを入れて、で、宝徳が今までいたところを主幹さんになっていただきましょう。はい、それでは出陣いたします。馬長、加工園、宝徳、こちらですね。で、馬長が正社があって、加工園は眼光で、こちらと、もう これはこのままでいいですね。で、眼光で白馬敵と、まあこれでいいでしょう。はい、それではですね、ちょっと慎重に行いたいので、2マスまでダメージを食らうので、とりあえずこのマスまで進行いたしましょう。ついてこい。はい、で、曹操と巨長、こちらですね。まあここはもう多分出てこれないと思うので、もうここは馬長と宝徳さんにお任せしたいと思います。もうね、馬長と宝徳のこちらの方がね、白水館でも4万6000いるので、あといつ出てくるかっていったところなんですよね。ただ現役が1人しかいないので、出撃してくるかどうかかなり、まあ、微妙なところではありますけどね。はい、それではこちら呪春の戦い見ていきましょう。進めていきます。出てこない。出てこなければもう落ちますね。はい、絶対拒否ですね。武将はね、もうね、いくらいても足りるってことはないですからね。達成いたしました。よし、合皮のところに弓矢倉さえ作れば、白水か、あのロコからね、出てきても全然時間稼ぎができますからね。はい、それでは進めていきましょう。呪春からはやはり出てこないですね。で、出てこないのはいいんだけど、ロコからも出てこない。で、宝徳たちは進軍をしている。はい、白水館からも出てないですね。では呪春の争いをちょっと見ていきましょう。成功だ。達成いたしました。達成いたしました。よしよし、戦車の書が達成いたしました。コッパどもが、この総人を舐めるな。いいですね。またこれでね、防御が上がりますからね。素晴らしいよな。吉報をお持ちしました。いやー、囲んでますね。これはもう落ちるのは時間の問題ですね。報告が。はい、それでは白水館から出ないかどうかだけ見ていきましょう。出てこない。で、僧人たち、あ、こちらは呪春からは出てこない。もう呪春は出ないな。ロコも7万もいるのに出てこない。はい、それでは進めていきましょう。いやー、これはもう完全に落ちますね。メリメリ減ってるもんな。この加工トンに手加減は期待するな。はい、いいですね。これを。はい、それでは白水館周りですね、ちょっとね、ここは慎重にやりたいので見ていきましょう。白水館からは出てこない。で、あとは呪春からも出てこない。そして露光からも出てこない。はい、では呪春の、
はい、耐久値が半分ですね。このターンで落ちるんじゃないか。やっと行くぞ。コッパどもが、この総人を舐めるな。はい、いいですね。また防御が高まってきますね。もう1しか入らないもんな。はい、4分の1ですね。このターンはちょっと無理か。次のターンですね。これを。はい。いや、どうせ出ないんだったらちょっとここ待機だな。やろう。どうした？ここもちょっと宝徳待機。やると加工園もここ待機です。承知。なんだ。で、なんならここ建設とかはできないか。軍拡隊作ろうかなと思ったんですけどね。ちょっとね、新任戦艦と白馬敵、こちらの方、まあ戦車を実際使うことにはなるんですけど、ここ緑ゲージになるまでちょっと蓄えましょう。その方が早く落ちるでしょう。はい。で、ああ救援が来てる。そんなこと言ってられないから。あ、でも雇用としても白水艦通っては来れないからな。緑ゲージまでやっぱり貯めましょう。はい。では受信、こちらの方を見ていきましょう。もう落ちますね。で、ロコからは出てきてない。7万もいるんですけどね。では進めます。達成いたしました。はい、受信が陥落です。1万7000も残して陥落ですね。もったいないよな。はい、では全員投与していきましょう。よろしくお願いいたします。課金は仲間になりました。では捕虜になってもらいましょう。お喜びください。はい、リゲが戻ってきちゃいますね。お持ちしました。はい、でもまあワンターンでいけるでしょう。お持ちしました。達成いたしました。はい、5万8000よかった。長雲と加工園、加工と残しておいて、ではリゲンは輸送しましょう。そしたら受信から曹操、張飛、いや曹操、徐行、曹光連携取れる。徐行は取れないか。巨匠、とりあえずこの3人かな。で全員魚鱗で、とりあえずここを撤去しましょう。全力を尽くせ。はい、でこちらの方々は全員中に入りましょう。はい、で馬長たちはもうここはね、街道沿いだからそんなに遅くないのか。そしたらもう突っ込ませるか。いや、あとワンターン、ここまで我慢したんだからあとワンターン我慢するか。では進めましょう。白水艦から出てくるかですね。出てこない。いや、そうだ、石壁とかあるから彼らも足がここから遅くなるんだ。大丈夫大丈夫、これだったら。死者が到着しました。はい、高尊度からの死者ですね。受け取っておきましょう。はい、守備は上々です。報告が。はい、それでは受信から出撃いたします。長雲、張飛、ここで連携が取れる。で、あと加工トンと総人さん、こちらで行きましょう。で、全員兵士マックスで、で、とりあえずここまで攻撃を仕掛けましょう。超支流出陣する。はい、それでは白水艦ですね。あとワンターン我慢しよう。そうすれば緑ゲージまで行きますね。マックスまで行きますからね。まあ白水艦までまだ入れないでしょう。うわ、結構早い。うわ、これはしくじったか。いや、でもこっからは山だからな。よしよしよし、なんとかなった。こちらに。はい、はい、それでは進軍開始いたします。馬長がこのように攻撃で、宝徳さんがここまで進軍で、加工園さんがここまで進軍、これでいいでしょう。はい、それでは白水艦の攻防戦を見ていきましょう。進行速度はちょっと遅めていきます。もう着きますからね。ちょっと怖いな。では進めます。白水艦からはやっぱり出てこないですね。はい、であとは進軍していくだけですね。よしよしよし、上々だ。たやすいことです。やったぞ。いいですね。はい、ではこちら正社入れていきましょう。外すな。で、白馬鉄器も入れていきましょう。2000ぐらい与えるなんてすごいな。この命尽きようと敵を撃つ。はい、白馬鉄器入れて4000、素晴らしい。で、あと加工園ですね、入れていっていただけるといいんだけど。お喜びください。さて、白水艦が落ちるかな。守備は上々です。報告が。
いかがだったでしょうか。漢中樹春を陥落させ、そして白水館、さらには露光まで現在軍を動かしております。ただこの中で、まあ、白水館そして露光で特にですね、まあ、攻撃できる部隊数がかなり限られているので、白水館が本当に落ちるのか、まあ、これからぜひまだ次回お時間ございましたらお付き合いいただければと思います。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。